途中でつまずいて振り返ってみても何もない、わずかな感差でもあれば言い訳できたのに、いつも僕だけ一人うまくいかないのはなぜ、背中丸めてうつむきながら答えを探そうか、青空のせいじゃない、ずっと見上げてたわけじゃない、期待してなんてことは夢を捨てたってことじゃなくて、それでもまだ何か待ってること、足元ずっと見ていればつまずくことなんてないだろう、景色を見ない人生は幸せなのかな、慎重に生きろなんて大人たちは言うけれど、行きたい方へ歩きたくなる、いけないことなのか、雨空は悪くない、傘で空が見えなかっただけ、その日の天気次第で下を向いたり見上げてみたり、そんな落ち着かない青春よ、何もない僕に何ができるんだろう、誰よりも自分のこと分かってないんだ、青空のせいじゃない、ずっと見上げてたわけじゃない、期待しないってことは夢を捨てたってことじゃなくて、それでもまだ何か待ってるの。